きがと今からヨット部とボーリング部の皆さんにインタビューをします。第一愛科大学附属高等学校芸能コース2年大森ずはと、同じく芸能コース2年の福島小川です。今から自己紹介を回していきたいと思います。3年工業科のボーリング部島冬雅です。1年のアスリートコースのヨット部の倉本優です。アスリートコース3年ヨット部の小林和馬です。普通科国公立大学進学コース2年のヨット部の宮前和樹です。国公立大学進学コース3年のヨット部浦部元美です。まず最初に予選の振り返りを教えてください。はい、予選の九州大会では全7レースを1位でまとめることができ、本戦のインターハイに向けていいスタートが切れたと思っています。九州予選では唐津のいい風に恵まれて無事インターハイ本戦への出場を決めることができたので良かったです。九州大会県大会において1位で突破することができて、ひとまず安心しました。でこれからもインターハイに向けてまだまだ直すべき場所があるので、それらも頑張っていきたいと思っています。九州大会では 2,3 年生のサポートを全力でして頑張ったので、次も頑張ってほしいです。予選ではミスも少なく自分のペースでボーリングすることができたので良かったです。次に大会当日のルーティーンを教えてください。大会の時はお守りを持っていくなどしたり、あとは、レースが始まる前に運営に挨拶をすることを絶対に決まりにしています。海をぼーっと眺めることです。自分は音楽が好きなのでヘッドフォンで、音楽を聴きながら大会会場に向かったりしたりして、車の中でよく音楽を聴きます。毎日朝ごはんをいっぱい食べて会場でも元気でいられるようにしています。自分は準備運動をすごいしっかりしてます。緊張するので準備運動をしっかりしないと大会の投球に響くので、すごいしっかりやってます。次にオフの日にしてるリフレッシュ方法などあれば教えてください。自分は家で歌ったりカラオケによく行ってます。自分は友達と遊んだりよく寝てます。自分のリフレッシュ方法は、ランニングをしたり海で、結構釣りをしたりします。オフの日の過ごし方は、部活がある日もそうなんですけど、オフの日もヨットのゲームをしてリフレッシュをしています。はい、私は2週間に1日は全く体を動かさない日を作ってリフレッシュしています。次に尊敬しているスポーツ選手などがいれば教えてください。ボーリングの選手で男子では川添翔太選手で、女子では金子萌香選手を尊敬しています。2016年のリオオリンピックに出場した、セーリング470級の今村君彦選手をすごく尊敬しています。2016年のオリンピックに出場した土井和人選手を尊敬しています。最後にこれからの目標を教えてください。はい、8月に行われるインターハイでは自分のベストを尽くし優勝することが目標です。またオリンピックを目指しているので、オリンピックで金メダルが取れるように高校を卒業してもしっかりヨット競技に励んでいきたいと思います。僕のこれからの目標は8月に行われるインターハイで優勝すること、そして、将来の夢はオリンピックに出場して、ヨットをスポーツとして盛り上げていくことができたらいいなと思っています。自分は、大学に入ってからもヨットを続けるので、大学の中でもインカレで優勝できるように頑張っていきます。高校でも大学でもヨットは続ける予定なので、日本一をその中で取りたいなと思います。いろんな大会に出ていい成績を残したり、プロになって大きな大会とかに出たりしたいです。ヨットあんまり知られてないし、ぜひバラマジック来てほしいなって思います。アピール来てください。初めての国際大会だったんで、学ぶことも多かったし、その言葉の壁っていうのもすごく大きく感じたし、日本人はお米が主食ってこともあって、海外はお米が美味しくないし、確かに基本的にパン麺なんで、ご飯を食べるのがきつくって、体重のキープとかも大変でした。海外がスロベニアの、はい、すごいハードルが高い。飛行機めっちゃきつかったです。29時間ぐらいかかる。
そんな結果ないです。半分ぐらいしか覚えてない。13時間、17時間。先生、大嘘つきです。先生、盛りすぎですよ。先生、大嘘つかない。盛り上げない。いや、でも自分そう、今回が初めてのフライトだったんですよ。飛行機初めて。飛行機初めてでいきなり13時間フライト。やばい、絶対きつい。本当に高い。機内食美味しかったです。機内食美味しかったです。でも、白ビレでご飯はあんまり。はい。じゃあ、他に好きなスポーツありますか？野球。野球？野球が結構好きで、ペーペードームに試合見に行ったりよくします。おお、誰選手が好きとか？シュート選手。ああ、バンバンとシュート。バンド。あ、足速い。足なんか顔がかっこいいからですよね。あー、あの結構カレーの最後。あ、自分は魔術師みたいですね。魔術師。魔術って何ですか？馬。あ、馬。ちょっと待って。この後、この後馬術もだから、こっちかな。それ弓道。それ弓道か。弓道かアーチェリー。馬に乗って乗るやつですね。あ、そうですね。やぶさみ。やぶさみって言うんじゃないですか。馬に乗って。馬に乗ってこれするやつ。神宮です。あ、え、神宮。違う。まあまあまあ、いいでしょう。いいでしょう。何がありますか？スリート数字。バドミントン。バドミントン？はい。すごい。バドミントン。はい、一応小学校だとチボールやおー、はい、軽くですね。え、今でもやるんですか？今はあんまり出ないですね。あ、やる友達がいない。あ、あ、いや、おっと、やる友達はいるかな。あ、じゃあ予定が合わないです。あ、そうです。ありますか？スポーツはバスケとか。バスケ。バスケ。身長が高いし、たまにする。以上です。きっと締めてくれました。締めてくれました。締めた。インターハイでの活躍期待しています。皆さん頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。